はい。えー、国アルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは。国を晴らす男、国アルです。えー、っとですね <laughs>。またずれた気がする。まあ、いいや。えー、っとですね。えー、先日、あのー、まあ、さっきね、あのー、日高村ノーズの方のマルセで、えー、歌をね、歌わせていただいたっていうことがあったと思うんですけども、その時にですね、あのー、結構前々から、あのー、ハリー村に関心を持って、かかって,いっていただいている方にですね、 えー、まあフリースクールいろいろ見てきたけれども、と。えー、ハリさんは、結構何でも揃っているから、うん、なんか、って言われたんですよ。ねで。あの、なんかお任せみたいになっちゃうかもね、みたいなこと言われたんですけど、いやいやいや、と。あの、何にも揃ってないぐらいな感じで。 何でも揃ってるわけじゃないですよってことね。まあ、確かに、ある点っていうのはね、ある意味着目しましょうって言うからね。まあ、確かに僕もある意味着目してますよ。うん、ね。えー、こうやって素敵なご縁で、えー、このね、素敵な古民家と畑っていうね、仁淀川沿いのすごいいいリッチに、えー、素敵な拠点を設けることができた。うん。あと、ボランティアの方々も、 えー、まあ小さいお子様のお持ちの方多いですけどね。えっ、ー、と、すごい関わってくれている。あとは教育、哲学とか経験、うん。これもある。ね。で、えー、まあ農業の経験もある、うん。で、地域とのつながり。これもまあ、信頼までね。えー、まあでもある種ね、今回選挙で、日高村で、あのー、2番目ですかね。えー 350票ぐらいか。ね。すごい、あの、2番目だったのかないただいたっていうところからも、まあ、あのー、いいやつだとは、少なくと思われてんじゃないかなと <laughs>、えー、ということはね、言えるかと思います。えー、ただね、あのー、本当にこれからなんですよ。なので、 ぜひですね、あの、コーチに限らず、えー、一緒に作っていこうっていう方がいらっしゃったら、特に、えー、自分の子供を通わせたいという方がいらっしゃったらですね、ぜひ、ん、あのー、一緒にねですね、作っていくっていうのを、えー、ちょっとお問い合わせいただければと思います。はい。えー、価格とかですね、そういうのもまあ非常に抑えた設定では、まずね、とにかくやってみようということで、 え、やっておりますので、そのあたり、公式 LINE から、えー、あるいはメル,メルマガのメールから聞いていただければと思います。で、何がないかっていうとですね、まず実際生徒はまだいませんと。まあ、学習塾の方はね、まあちょっと、目が出続けてあるんですけど、えー、それから、あのー、まあ、これはもともと用意しないかもしれないですけど、まあ、スクールバスもないですね。 で、まあ会社は二人の体制でやっておりまして、まあ給与も本当ベンチャーさながらめちゃくちゃ抑えた給料でやっております。で、うんと、リモートワークで補填するような形ですね。まあ私、あの、本当に感謝で東京の方とのつながりができてですね、えー、まあ稼働率50、50%ぐらいで、 えー、リモートワークで、えー、非常に、えー、ありがたいことですが、えー、そこでの売り上げっていうのを、まあ、こちらにを回しているという形ですね。なので、あのー、火曜とか木曜はそれに当てたりしているので、まあ、実際稼働としては月水金のみなんですね。うん、で、二人だとね、ちょっと、なかなか限界もあるだろうっていうところもあります。 えまたあ、そ、とはいえですね、会社実務ってのは、まあ、容赦なんかあってですね、税務とかですね <laughs> で、まあ、勝手にインボイス制度なんか始められたりとかですね、<laughs> なんか、その、まあ、法律周りとかですね、まあ、いろいろね、営業許可取ろうと思ったら、えー、保健所に行かなきゃいけなかったりとか、まあ、いろんなことがあ,あります。うーん、なので、えー、っと、決してですね、全然なんか整っているわけでも全然ないよっていう話をしました。 まあ、結構リアルだと思うんですよね。<laughs> はい。えー、っと、まあもちろん今の状態で、えー、い,いようなんてのも思ってないですけども、あの、ぜひお力をですね、貸していただければと思いますし、一緒にね、作っていこうっていう方がいれば、ぜひこっちの高知の伊能の方に、あるいは日高に移住していただいてですね、あの、やってみませんかと。<laughs> 楽しいですよと。 え、いうことをね、あのー、ぜひ、ちょっとラブコールを皆さんにお伝えしようと思って、えー、ちょっとこの動画を撮ってみました。うん。はい。えー、だいたいまあそんなところですかね。はい。えっ、ー、と、どんどんやりたいことあるんですけど、やっぱりお金はすごい大事ですね。えっ、ー、と、人をね、えー、巻き込んでいくっていう上でも、 大事ですしちゃんとしたクオリティのある方が、まあ、ちゃんと参画いただくっていう意味でも、まあ、非常に大事になってきますね、えー、僕はそれだけの魅力がこのコーチとかニ仁淀ガ沿いにあると思ってますし楠ス,スにあると思ってますで、えー、また自分たちがやってきたことっていうのもすごい自信を持ってますのでまあ、えー、いろんなねフリースクールあると思うんですけども まあこういう、本当に立ち上げ機っていうのもまた、えー、すごいいい経験になるんじゃないかと思いますので、えー、ぜひですね、えー、興味のある方は、ええー、工房じゃないですけども、あの、お子さんと一緒にですね、コーチに来て、えー、一緒に作っていっていただければと思います。えー、伊野のね、ちょっと町の方だったら、あ結構空き家もいっぱいあるし、ええー、地でもあないことはないんですけど、まあちょっと時間かかったりしますよね。 はい。まあ、いずれにしても、そういうところもお話はできるかもしれないですので、はい。えー、よろしくお願いします。はい。えー、ということで、ハ、え、リー村のイベント、11月5、11月12、11月12、えー、ありますし、えー、第3土日には、えー、まあ、あ、親子向けのですね、一日体験を募集してますので、えー、ぜひご参加ください。 えー、ということで、えー、皆さんも今日は素敵な一日をお過ごしください。それではまたお目にかかりましょう。国を晴らす男、国原でした。さよなら。